ガンダム伝説を復活させる機体など落ちろ。そら子供だと思ってなめるな。猫の目かキツネ目なんか。物欲しさを使うくらえ。まさかこれほどの失態を犯すとは。ザンスタールが引かないというならみんな離れてキャノンを使うから。なぜ振り切れない。民間人の作るモビルスーツなどこいつはしびれるぞ。分かってたから。ザンスカールが相手なら悪いけどギガミリティアのガンダムめ。ギガミリティア製のガンダムなどに戦果を上げてやる。まだ完全に捕らえられたわけじゃない。これが手楽隊だよ。やらせやしないよ。撤退するしかない。恐怖政治なんてやる連中はこいつ俺はまだザンスカールは徹底的に叩くよ。数の上ではこちらが有利だ。ペギー接近戦だよ。落ちりゃいいんだよ。最後は一斉に。ギロチンは嫌だ。その目つきがいやらしいんだよ。私たちの連携を見せるよ。足止めは任せな。もらった。コニーやっておくれ。最後はバズーカで。やられた。主義者のやり方は過激すぎるんだ。タイミングは合っている。引き下がってたまるものか。早く体勢を整えなければ。猫の目かキツネ目なんかこれ以上やらせるか。あっちとしたことが。周りに指示を出している。そこか。いるか。落ちろ。見える。相乗りさせてもらうぜ。手間かけさせんなよ。この私が見ているがいい。沈め。ミシェル、このままじゃまずい。主義者のやり方は過激すぎるんだ。ここはミサイルで。その程度の攻撃など貴様をやれば私の実力を示せるというものだ。とどめだ。やられてないよまだ。指揮官を叩く。悪いけどやってくるならば私の邪魔をする者は全て打ち砕いてくれる。邪魔をして調子ね。自分でも信じられないくらいよ。相手してやるぜザンスカール。確実に仕留める。ここまで想定通り。落ち上がれ。こうダメージを受けては見ているがいい。それだ。我ながらボレボレするぜ。ガンダム伝説を復活させる機体など落ちろ。それだ。